Hey guys, welcome back to Genshin Impact. So, just a quick recap. We have just rescued Masaku Te, the man who makes fake vision, and now we're going to report back to Ayaka. なるほど。九条沙羅は君たちに手を出さなかったと。どうやら彼女も全くの理不尽というわけではないようだね。彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。九条沙羅はメガリレーの執行者。彼女は将軍様の命令以外は従いません。正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす存在ではないと判断し、見逃したのでしょう。しかし私たちの身分があらわになった場合、彼女は容赦しないはずです。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今、俺たちが一本取り返せたと言ってもいいだろう。今回は宵宮と旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわけだ。君は俺が思っている以上に頼りになる人みたいだな。そうでもないぜ。確かに旅人さんの助けがなければ今回の救出はこんなにうまくはいかなかったでしょう。しかしメガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足りません。今後の計画を準備する必要がございます。そんなに心配しなくても大丈夫さ、お嬢。少なくとも今は全ていい方向に向かっている。監獄から正勝先生を無事救出し、仲間の数も増えた。そういえば天領奉行が近頃祝典の準備をしていると聞いた。何か儀式に似たようなものらしい。それで町にいるメガリレーの武士が減ったのは確かだ。今は一時的に平和になってる。儀式？どうして天領奉行がそのようなことを？俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく彼らが最近忙しくしているのは事実だ。俺たちに構う暇なんてない。そうですね、確かに一理あります。ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。トーマ、何か提案はございますか？ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。聞いた感じ食べ物と関係があるみたいだけど。簡単に言えば、各自それぞれ違う材料を用意し、一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し、食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合、同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の神のご加護を得られるという言い伝えがあるんだ。面白そうだろ？もう待ちきれない。実はすでに自分の分の食材は用意してあるんだ。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな。旅人、オイルたちも食材を用意してこようぜ。何がいいかな。Let's stick to the classic. Let's be Team Daredevil. どれどれ？鬼矢花絶雲の唐辛子、超しょっぱいハム、無評花の数い。なんか恐ろしい鍋になりそうだな。お腹が痛い。胃の中で花火が上がってるみたいだ。まさかトーマが一番得点を取るなんて。おかしな食材はほとんどトーマが食べちゃったな。大丈夫かトーマ。塩漬け青魚、熟していないスミレウリ、しゃぶしゃぶ団子、それと食べたら舌が凍るやつ。なんだか走馬灯が見えてきた気がするぜ。さよなら、みんな。
全部トーマがご自身で入れたおかしなものじゃございませんか。自分の食材をずっと救っていましたよ。でも綾香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ、鍋ケーキ。想像するだけでも。ごめんなさい。もっと美味しくなると思いまして。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば綾香や旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあもう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを感じるよ。今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。遊びも終わり、仕事も一段落ついた。はい、トーマの言う通り、天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら一度休息を取りましょう。休んでいる間に私も少々行いたいことがございます。じゃあ各自休んでくれ。何日か後に木漏れ茶屋に集合して次の計画を相談しよう。めったにない休暇だ、大事に使うんだぞ。俺もそろそろ支度をして次の鍋遊びの食材を用意してくるとしよう。またやる気かよ。一回だけじゃ物足りないだろ。じゃあみんな、また。おう、またな。旅人、しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから他の場所に行ってみようぜ。Oh, all right. Okay, that was a quick one. We finished the story of the chapter 1 of chapter 2. And we got two new stories. So yeah, I think this is the part 2. Can't do go to Cormorant the following day, so we need to do this tomorrow. Complete the other quest first. Other quest, what's the other quest? Complete the cast rise and the what's the cart rise? Okay, I think that is, yeah, we need to complete these two story quests. Alright, look forward to that, guys. I hope you guys enjoyed what you've seen. Things are gonna get a little bit more exciting, I hope. And you see, oh, これからどうしよう。何か計画とかないのか。旅人さん、パイモンさん、お待ちください。あれ、アヤカ。一つ頼みたいことがあるのですが、ご心配なさらずに。今回の依頼はシャブ業や神里家とは関係ございません。私個人のお願いです。個人ってことは。はい、私のお母様に関することでございます。突然で申し訳ないのですが、このことはあなたにしか頼めません。先日古い蔵の中からお母様が残した手記を見つけました。そこにはお母様が書き留めた様々な冊子が記されていたのですが、その中に私の聞いたことのない人名が頻繁に出てきていて。お母さんの友達じゃないか。はい、両親が亡くなってからすでに何年も経っているとはいえ、ですのでこの名前も聞いたことのないお方が非常に気になるのです。手記には相手の名前は椿と書かれていました。お母様から高く評価されていて、個性的で遊び心あふれる方だったようです。聞いた感じ、女の人の名前だな。はい、その女性に会ってみたいのです。じゃあオイラたちは何をすればいいんだ。人探しか。
いえ、手記には彼女の住所が記されていましたので、直接そちらへ赴けばいいでしょう。それと先ほど言ったことはどうかご内密にお願いします。もともとこのようなことはお兄様と一緒に対応するべきなのですが、今お兄様はとても忙しく、それにこの地にいる他の者にはこのことに関わらせたくないと思いまして。はい、あなたは礼儀作法に詳しく、人を思いやる心を持った優しいお方です。おお、手土産の用意ならオイラたちも手伝えるぞ。それは良かったです。もともとこの機会を利用してお二方と一緒に歩きたいと思っていたのです。もちろん、いいよな。ありがとうございます。では早速出発しましょう。まずは小倉屋へ。おお、行こう。Okay, we straight away went to the next quest without realizing it. Alright, okay, we'll continue that the next time. Hope you enjoyed it. That is the end of Act 1 of Chapter 2. We're gonna be doing, definitely be doing this story and this story later on. And move on to see what's gonna happen. Alright, that's it for today.And remember guys to stay safe and never give up on your dreams. And I'll see you in the next one. Bye everybody!